MD x プローラー朝日新聞社の MD-900 に、朝鳥 MD x プローラーは、MD ヘリコプターズが生産する多目的双発ヘリコプターである。1990年代初頭に、マクドネルダグラスヘリコプターシステムズによって、設計された。原型の MD-900 と、後継機の m d 9 0 2のに形式がある。MD x プローラー軽量双発ヘリコプターは、 最初の新規設計のノーターシステム搭載機である。マクドネル・ダグラス・ヘリコプターズはエクスプローラーを MDX として1989年1月に発表した。最初の飛行は1992年12月18日に行われた。1994年12月に PW206 バイトを動力とする最初の MD-900 が認証を取得した。 MD-900 ヘリコプター騒音防止試験最も先進的なヘリコプターの一つで、MD-Explorer は、ボーイングの唯一のノーターファン、トルクシステムを装備することによって安全性、操縦性が向上し、ハントルク源のテールローター翼端から発生する、下流に起因する騒音が防げる。テールブーム基部に内蔵されたファンの送風を、テールブーム末端部のスラスターから噴出させることと、 テールブーム途中の水から吹き出させる風による、コアンダ効果により、要コントロールを行う。もともとは、前身のヒューズヘリコプターズ社が開発して、後に、ヘリコプターの事業を引き継いだ、マクダネル社を1990年代に買収した、ボーイングは1999年初頭に、マクダネルダグラスの民間ヘリコプター部門である、MD ヘリコプターに、ノーター技術を供与した。 同様に、エクスプローラーの特徴として、先進的なベアリングレスマ枚ブレードの複合材製、メインローターと炭素繊維製のテール、胴体も挙げられる。初期のエクスプローラーは、創発のプラットホイットニーカナダ製の PW206、アズを搭載したが、後に、フランスのチュルボメカのチュルボメカアリウスが、選択肢に加えられたが外された。なお、トランスミッションは、 日本の川崎重工業がスタービン、機械カンパニーが開発、供給している。ノーターを採用していることもあり、振動が少なく、日本では振動を嫌うドクターヘリや TB 局の報道ヘリに多く採用されている。振動が少ないこと以外にドクターヘリに採用される理由に救助作業員や周囲の人間がテールローターに接触する。 危険性の回避及びテールローターに起因した騒音が低減されるという理由もある。軍用機としてはアメリカ沿岸警備隊がメガヘルツマイナス90の名称でテスト運用したことがあるほかメキシコ海軍が少数を運用している。武装を可能にしたコンバットエクスプローラーも開発されたが今のところ採用者は現れていない。ありがとうございます。